はい、どうもこんにちは、オーナーです。仕事から帰って、ライブ配信サイトで1時間ライブして、そして晩ご飯を作って、食べて、で今撮影しております。実は今朝ね、前回2週間前にはならないか、ちょっと前に鉄剤を1ヶ月ぐらい飲んだ時の血液検査して、どんぐらい数値が上がってるかなみたいな感じで血液を取ってきたんだけど、その結果が郵送で送られてきて、はい中を見たら結果から言うと良くなってる、ね、なので前の氷食症だった時のデータと見比べてみましょう。はい、では。はい、こんな感じで改善してきてますということで、まだ薬が1ヶ月弱分ぐらい残ってるんで、その薬を飲み切ってもう一旦終了しましょうということで、腺筋症もあったから、その出血からの貧血もあったのかなと思ったけど、やっぱり大きな原因はダイエット、偏食のダイエットによる栄養が偏ってっていうのが大きかったのかもしれませんね。はい、ね、なのでずっと鉄剤飲みながら食事にも気をつけて、こんな感じで落ち着いたので、鉄剤をやめた、鉄剤飲まなくなっても一応ね、食事で鉄分が取れるようなメニューをこのまま引き続きやっていこうと思います。ということで、1週間毎週日曜日に今は出してる食べたものメニュー公開みたいなやつもまだ続けようと思います。はい、なのでヘルシーなお肉料理とかお魚料理とか野菜を使う料理とかレシピあればよろしくお願いします。喋ってばっかり、仕事で喋ってライブで喋ってしてから、ね、声がもうね、ボーカルの声じゃなくなってきてやばいな、ね、強靭な喉が欲しい。はい、そんな感じで、はいね、健康管理の方をしっかりしながら、やっていきたいと思います。ということで、いつものメニュー公開の動画のところに、もしもおすすめのレシピがあれば、そちらのコメント欄でよろしくお願いします。はい、ということで、ではでは、またモモの花でした。バイバイ。